山形県酒田市のバイク屋鈴木モーターです。今日はですね、当店に新しくですね、またですね、どんだけ好きやねんって感じなんですけど、本当に大好きなんですよ。はい。またですね、GSX-R1000 ですね、2006年式、K6 って言われてるんですけども、K6 が入ってきましたと。いや、もうですね、この YouTube で多分 K6 の、この、K5K6 のこのカラーリング、めちゃくちゃお伝えしますよね。はい。もう、おかわりを重ねた結果ですね。新しいの入ってきたんですけども、まだ YouTube に紹介しないんですけども、見てください。後ろにですね、もう一台あるんですよ。どんだけ好きやねんみたいな感じなんですけども、本当に大好きなバイクと、いうふうになっておりまして、まあ、GSX-R1000 っていうのは、僕ですね、乗ってたんですよ、昔。大学生で、R1000 初めての大型バイクですよね。購入をして東京にいたんですけども、東京の販売店さんですね。自分でローンを組んでですね、当時セブンイレブンのアルバイトをしておりまして、年収がですね90から100万円くらいだと。そこでですね、120万円のバイクを買うというですね、もうはちゃめちゃな大学生をですね、まあ、でもめちゃくちゃ楽しかったですよね。はい。で、ずっと社会人なのにですね、乗ってて、2005年2006年式の R1000 ですね、本当にですね、今言語で言うと R1000R とか2017年から出てるじゃないですか。あとはですね、まあ僕はおかげさまでバイクでですね、R1000 の全年式僕に乗ったことあるんですけども、やっぱりですね、未だに一番僕にとってしっくりくるのがですね、この2005年2006年式なんですよね。はい。まあ R1000 と2005年2006年式って、まあ年式が違うだけで全く同じモデルなんですよね。もうカラーリングがちょっと違うくらいで、2005、2006って全く同じバイクなんですけども、K5、K6 って言われてて、僕はですね、グレーと黒のカラーリングですね、この K5K6 モデルに乗ってたんですけども、はい、SS、今やっぱりこう R1000 の他のモデルとか、それこそ R1、ヤマハの R1 とか CBR、10R とかですね、まあいろんな、この前で言うと F4 とかも乗ったんですけども、あと S1000WR とかですね、いろいろ乗ってきてたけども、やっぱりですね、この K5K6 はですね、まずポジションがめちゃくちゃ楽なんですよ。SS なのっていうくらいですね、すごい楽なポジションで、だから僕大学生とか社会人の時にですね、東京か山形県の酒田までですね、もう何往復もしましたからね。帰省するたびにバイクで帰ってたので、あれは忘れました。3月くらいですね、東京はすごい晴れてて気持ちいいって走ったら、新潟くらいからめちゃくちゃ雪降ってですね、半端ないから高速道路走ってきたと。まあそれはあるんですけども、ポジションが長距離乗っても楽なんですよ。だし馬力がですね、まあ、確か178馬力くらいですね、あるので、半端じゃないパワーなんですよ。で、やっぱりですね、軽いんですよ。めちゃくちゃ軽くて、扱いやすくて、なので、SS 乗ってみたいけど、ちょっとなんか、ポジションきつそうだし、乗りこなせなかった不安だっていう方には、ぜひですね、この K5K6 モデルめちゃくちゃおすすめですので、もうこれはですね、僕がもう何年間も乗ってた上で、こう、お伝えさせてもらってるので、本当にですね、楽しいこと間違いなしなので、まあ、これまでもですね、K5K6 って何台も販売させていただいておりますし、今現在ですね、1と2と、あと、昨日、K5K6 また1入ってきたので、なんでそんなに好きかっていうと、まあ、なんでそんなに仕入れるかっていうですね、それも好きだからなんですよね。もう本当にいいバイクなので、これはですね、ぜひ皆さんにも味わってもらいたいっていう僕の勝手な押し付けなんですよね。もう本当にかっこいいし、いいバイクなので、今日もですね、もうなんか元カノに久々になった感じですよね。大学の時に付き合った元カノと今会ってますみたいな感じですね。いやもう本当にですね、まさかこういう大学生に乗ってた時は僕バイクになるとも思ってもなかったので、まさかですね、こう K5K6 をですね、自分で仕入れてですね、こういう風にまた紹介する日が来るとですね、いや夢にも見てなかったですけども、本当にですね、いいバイクですので、自信を持っておすすめをさせていただきますと。はい。で、こちらのバイクはですね、まあ K5K6 って言ってもですね、一個一個のバイクに、一台一台のバイクにそれぞれこう特徴とかストーリーがあるわけですよ。で、こちらの K6 はですね、初めにお伝えすると高いです。はい。相場よりもちょっと高いですね。というのも、めちゃくちゃですね、状態がいいんですよ。僕が大学の時に乗ってたバイクのはるか上を行ってる状態の良さで、ですね、僕が個人的にこのバイクの外観の綺麗さも含めて状態の良さを100点満点に評価をするならば99点です。もうそのくらいですね。本当にこんなに綺麗で状態のいい R1000 の K5K6 モデルって日本にまだあったんだって正直めちゃくちゃ驚きました。なのでめちゃくちゃですね、仕入れも高かったんですよ。はい。もう本当に日本で最後だと思います。こんなに綺麗な K5K6 が手に入るのは最後なんじゃないかなっていうくらいびっくりしました。まず無点灯です。
で、傷探したんですけど、ないんですよ。どうするって感じですよね。いや、本当にびっくりしました。こんなに綺麗な軽量ゲルがあるんだと思ってですね。なので、もう今日はですね、傷の紹介はなしです。傷がないんですよ。本当にないんですよ。めちゃくちゃ綺麗で、ビビります、本当に。だからもちろん、CM も高くて、走行距離もまだ全然走ってないんですよ。9999ですね。奇跡の走行距離ですね。これ、ネタでしょって思うじゃないですか。本当に今、9999なんですよ。まあでも申し訳ないですけども、ご購入いただいた後にですね、我々整備する前とした後ですね、試乗させていただくので、お客様にお渡しするときは1万キロ超えてしまうかもしれないですけども、9999ですよ、マジで本当に。はい、いやもうですね、びっくりですよ。こんな綺麗な個体あったんだっていうくらいですね、ビビりました。本当にもう鳥肌が立ってですね、出品されていた時に鳥肌が立ってですね、いやもう本当にびっくりしました。で、かつですね、まあいろいろやりたいカスタムになってるんですよ。例えばフェンダーレスキットとかマフラーとかスクリーン変えたり、これハンドルバーも変わってるんですよ。セパレートハンドルのハンドルバーも変わってるんですけど、ですね、僕が今回このバイクをどうしても手に入れたかった理由の一つが、まずめちゃくちゃ綺麗で状態良くて、こんなに綺麗なですね、もまだあったんだって思ったので、それが1個なんですけども、2個目がですね、このスリッポンマフラーなんですよ、吉村の。これですね、僕は RCA の軽量軽力に乗ってたから分かるんですけども、軽量軽力用のマフラーとして世の中でいろいろ販売されている中で、僕はですね、個人的にこれがダントツナンバーワン、めちゃくちゃかっこいいマフラーと思ってるんですよ。もうですね、これ以上かっこいいマフラーを僕は軽量軽力で見たことがないっていうくらい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。今で言うと、まあ今スクエアになってますけど、 R11 トライオーバルとかスクエアとかのモデルって、あれはですね、もう最近のやつなので、この練習の時にああいうマフラーってないんですよ、そもそも。で、その中でもですね、いろいろ見ていると、これがですね、やっぱり一番かっこいいんですよ。じゃあつければよかったじゃんって思うんですけども、僕がですね、大学生の時なんで何年も前の時に見てると、その当時ですでにもう廃盤だったんですよ、このマフラーって。で、ヤフオクで探せばいいじゃんって言うんですけど、ヤフオクにも出てないんですよ。出たとしても半端ない金額になるくらい、もうですね、プレミアがついてるんですよ。このマフラーをみんなかっこいいかっこいいと思って、このマフラーが欲しいって言うんですけども、手に入れられないんですよ。で、新品ももちろんないし、吉村さんに問い合わせしても作る予定もないって言ってるし、中古でも出てないし、なのでバイクについてるのしかもうないんですよね。で、結局、あれですよ、これ JMC で車検通る US 吉村じゃなくて日本の吉村なんですよ。吉村ジャパンのマフラーなんですよ。で、これにみんな憧れて、でもこれ手に入れないから、ですね、結局 US 吉村ですね、似たような形のスリッポンマフラーは売ってるので、それにつけたりとかっていう方は多いんですけども、やっぱりですね、この吉村ジャパンの本家のですね、誇る JMC のこのトライオーバルカーボンのスリッポンマフラーですね、本当に手に入らないので、まあこの情報を多分軽量軽力乗られてる方々はそう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 って分かると思うんですよ。このマフラー欲しいんだけどないんだよって言って、なのでこのマフラーがついてるっていうだけでも僕としてはですね、うおーみたいな感じなんですよ。で、めちゃくちゃ綺麗だから、もうこれはですね、相場よりもちょっと高くなったとしても、本当に多分 RC の軽量軽力好きで探してる方にとっては、僕のこの熱意がですね、伝わってもらえるんじゃないかなと思いましてですね、相場よりもちょっと高いんですけども、今回ですね、めちゃくちゃ仕入れも高かったんですよ。で、頑張らせてもらったというような感じですので、本当にですね、僕が自信を持ってですね、今回おすすめできるというふうな、まあいつも自信持ってるんですけども、特にこれは半端ないですよ、本当に。もう涙が出てきました、僕もう。なんか、売るときてもそう、今。こんなに、なんか、あれですよね。中学校、高校の時に、めちゃくちゃ高嶺の花を憧れてる女性がいて、クラスメイトの女の子がいて、超可愛かったんだけど、当時は付き合うことができなかったと。で、大人になってですね、久々に会ったら、ますますめっちゃ可愛くなったみたいな。で、その女性と今度食事行けることになったぜっていう時のテンションなんですよ、今。本当にですね、まあ、今の例えば分かりやすいですよね。はい、本当にもうね、やばいです、これは。はい、まあ、そんな高い高い言うてなんもないんやっていう話なんですけども、プラスカードを読んでいきたいと思います。はい、GSX-R1000 の K6 と。で、これですね、さらに嬉しいのが、元マップの正規ですよ。これですね、
元マップの正規でつくと鈴木さんに言うとめちゃくちゃ安心感が違うんですよ。で、まあ、さっきの女性の例えで言うと、当時中学校高校の時に憧れだった女性が大人になったらめっちゃ可愛くなってて、ますます可愛くなってそうで、めちゃくちゃ、いやーやべえと思って、今度デートに行けることで食事に行けることでやって、ちょっと話をしたら、実は私中学校高校からあなたのこと好きで、そっから私も誰とも付き合ってませんでしたって知った時くらいのこの追加情報の嬉しさみたいな、それがこの元マップなんですよやばいっすよねこれ。はい、で排気量が 1000cc で、免許の種類が大型二輪と、で車両価格が86万円に消費税ですので、税込みにすると94万なんぼなので、だいたい95万円くらいなんですよ。で RZ の警護ケロからすると高いんですよこの金額って。はい、RZ の警護ケロってだいたい今車両価格が税込みで80から85万くらいが相場なので、95万っていうのは、ね、結構高いんですよね。まあでも本当に気に入っていただける方にはですね、納得していただける金額なのかなというふうに思っております。はい、で、走行距離が、あ、ごめんなさい、年式がですね2006年式と、で当店の中古車保証もちろんつきますと、走行距離が9999キロ。はい、で現在車検が切れておりますので、お客様にご納車するときに車検を2年取らせてもらってからご納車というふうになっております。はい、で車両価格の他にかかる諸費用としては、登録代行費用1万5000円と、納車整備費用が5万円で、車検取る分の自賠責とか諸費用がありますので、参考乗り出しとしては95万670円に消費税というような乗り出し価格となっております。はい、でこの車のアピールポイントを見ていきますと、元マップの正規車両ですと、これオーストラリア仕様と、オーストラリアですね、発音合ってるのかなオーストラリア仕様の元マップ正規車両と、でフロントフォークもですね、点錆もない、めちゃくちゃ綺麗ですよ本当に、無点塗、完全室内保管だから、多分雨の日も走ってないでしょうね。でもちろんインナーチューブに点錆とかオイルのにじみもないんですけど、このダンスシールって言ってですね、フロントフォークの中にゴミとか水が入るのを防ぐせき止めのダンスシールっていうのがあるんですけど、ゴムでもちろんできてるので、ゴムって時間ですと硬くなって輪ゴムとかピンと割れちゃうじゃないですか。なので交換してて、ちょっと縦に線ピッて入ってるので、これを交換したいんですけど、交換するためにはこういう倒立フォークってですね、オーバーホールしないと取れないんですよ。なので同時にですね、フロントフォークのオーバーホールサービスさせていただいて、中にはワーコーズの倒立フォークの倒立用の E をですね、新品入れさせてもらって、あとはダストシール、中のオイルシール、そしてスライドメタルも新品に交換させてもらってから、この車しますので、その分も今回サービスをさせていただきます。はい、でカスタム一覧としては、吉村のトライオーバルマフラー、車検対応のスリッポンマフラーですね、はい、これがついているのと、フェンダーレスキット、SS だったらやりたいですよね。でかっこいいのは、フェンダーレスキットに加えて、ナンバープレートホルダーのカーボンがですね、ついてるんですよ。だから吉村さんでもこういうアイテムありますけども、すごいかっこいいですよね。カーボン、カーボンでまとめてる感じ。はい、あとは、スクリーンも変わっておりまして、まあとで見てもらいますけども、これもスクリーンの縁がカーボンになってるんですよ。こういうのあるんですよ。確かマジカルレーシングさんとかも出してますよね、縁がカーボンのやつ、カーボンになってるんで、前のオーナーさんセンスいいですよね。まずこのマフラーに当時着目した時点でめちゃくちゃセンスがいいと思うんですよ。で、ナンバープレートホルダーとか、スクリーンとかですね、カーボン入れてるとかっこいいですね。はい、で、ETC 車載機もついております。はい、で、スーパースポーツはですね、ETC の本体が一体型でハンドル周りにボンってあると目立っちゃうので、やっぱりスリムにしたいじゃないですか。なので別体型をおすすめしてるんですけども、本体このタンデムシートの下に入れまして、でそこから配線を這わせて、でインジケーターアンテナをピッて出して目立たないようにするというふうになっております。まあタンデムシートもですね、僕乗ってたから分かるんですけども、この当時って結構入るんですよタンデムシートの中。僕はスマホとタバコと長財布とかは全然入るくらい意外と中あるんですよ。まあ後で見てみていただきます。はい、あとはですね、バーエンドも変わっておりますし、あとはエンジンガード、アグラスのエンジンガード両方ですね、ついているのと、フレームスライダー、これ多分デイトナさんのやつなのかなと思うんですけども、フレームスライダーと、あとはスクリーン変わっているのと、ハンドルのバーそのものがですね変わっています。変えると何がいいのっていうところなんですけど、ちょっとですね、幅が広がったり角度を調整できたりとか、若干ポジションに一応変更できると、はい、いうようなメリットもありますし、まあ、何よりもかっこいいですよね変わっていると。はい、で、めちゃくちゃ綺麗と、そして、車検2年取得後お客様にご納車をさせていただきますというふうになっております。はい、ではですね、まあ、今回その傷っていうのは、中古車で傷の紹介なんて多分うちの動画史上初めてですよね。中古車で綺麗だけどちょっとこれピッてありますよみたいな感じは説明はしましたけども、本当に何もないのはですね、初めて新車みたいですね。はい、と思っております。はい、ではですね、カスタムいろいろになっておりますので、詳細をですね見ていきたいと思っております。はい、どうぞ。
はい、まずですね、アッパーカウンなんですけども、こんな感じでスクリーンがこう縁カーボンで、あのクリアのスクリーンがついておりまして、すごい線傷とかもなく、すっごい綺麗ですね。スクリーンがめちゃくちゃ綺麗です。で、ミラーも両方ですね、傷もなく、もちろん立ち置きなんでエンドにも傷ないし、でも点灯がなくてもガレージから出す時にピッて当たっちゃって傷ついちゃってるのよくある話なんですけども、それすらないと。はい、でアッパーカールも非常に綺麗な状態で、レンズも綺麗で、バルブ関係はノーマルがついておりますね。まあ、僕個人的にはこれスフィアライトの LED のヘッドライトバルブに変えたら6000ケルビンとかに変えてピシャってしたらかっこいいのかなと思うんですけど、まあ、これは結構好みが分かりますね。純正の方がいいっていう人もいれば、はい、めちゃくちゃ綺麗な状態となっておりまして、フロントフェンダーもですね、非常に綺麗な状態となっております。この年式のフロントフェンダースリムでかっこいいですよね。シュッとしてスポーティー。はい、でフロントタイヤ、リアタイヤともにほぼほぼ新品なんですよ。パイロットパワー3というミシュランタイヤが前後ついておりまして、まだ全然ヒゲも残ってますからね、ほぼほぼ新品です。はい、でホイールもですね、めっちゃ綺麗です。黒光りしてますね。あの警護軽力ってうちも中古車結構扱ってるんで分かるんですけども、年数が経つ分やっぱりホイールのですね、センターとか脇が腐食とかが起こることって結構あるんですよ。でもこれですね、全くないんですよ。めっちゃ綺麗ですね。はい、でフロントフォークがこんな感じで、脱走時はこれですね。ここにピッと線が入ってるんで、これのことです。これを交換したいと、ゴムのところですね。はい、でインナーチューブにはもちろん点サビとかオイルにじみもなく、めちゃくちゃ綺麗ですね。海外ものだとこういうリフレクターがつきますと。はい、でキャリパーもですね、腐食もなくめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、でラジエーターとかもオイルクーラーもめっちゃ綺麗ですね。はい、非常にいい状態となっております。でミラーもレバーもバーエンドも全然傷がないと。ハンドルバー変わってんのって結構見分けのポイントここなんですよね。ここがあのホルダーの部分なんですけども、これがあの変わってると、おお変わってるみたいな感じですごい分かりますね。まあでもさっきまた上がりましたけども、ポジションとしては別にそんなに変わらないですね。純正とハンドルバー変わってるからといって、はい、ほぼほぼ似てるのかなと思っております。まあかっこいい、単純に。でサイドカール見ていきますと、めちゃくちゃ綺麗ですね。びっくりしました、これ本当に傷がないですよ。はい、でフレームスライダーも傷もなく全然綺麗だし、アグラスのエンジンがですね、転ばぬ先の杖でつけてるくらいですね、全然傷がなく、ここにアグラスっても書かれてますね。でエンジンもですね、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい、でタンクもですね、すごい綺麗で、あれでも本当はここにスズキのエンブレムつくんですけどね、前野さん撮ったのかもしれないですね。あれはステッカーなので、うちでも注文すぐできますので、確か1個2000円くらいするんですよね。あれ両方つきますので、ここら辺につくんですよね本当は。はい、でシートもタンデルシートも破れほつれたのも非常に綺麗な状態、へたりもないですね。はい、僕は R7 に乗った時ですね、当時付き合った彼女をよく一緒に乗せてですね、横浜の第三景品までプーンってこう夜中走ってですね、あの赤レンガ倉庫脇のカフェでですね、あのカフェが夜中までやってるカフェがあって、そこでコーラを飲むってですね、ことをすごいしました。はい、でテールサイドカールもですね、非常に綺麗な状態で、まあ僕いつも僕が名付けてるんですけども、ベンキズって言ってね、またがるときにこうケツ上がりなので、ブーツがですね、ベンって降りるときもベンってこうぶつかっちゃうんですけども、かかとが。それの傷とかもないので、非常に綺麗な状態ですね。もう全然傷がないと。で、ステップ周りもですね、非常に綺麗な状態でございます。はい。で、スリップオンマフラーがここから変わっておりまして、ここからビヨーンとですね、吉島のトライオーバルのマフラーに変わっております。で、これ嬉しいポイントとしてはですね、まあこれはちょっとプロからの目線になるんですけども、ここ見てください。アクチュエーターですね、排気バルブの、ワイヤーが来てるんですけども、これですね、結構、あれなんですよ、取っ払っちゃうって方が多いんですよね。で、僕も大学の時に自分でこれとは違うマフラーですけどやるとした時に、この辺でめちゃくちゃめんどくさいんですよ。これ付け替えてこうウィーウィーウィーってやって、純正マフラーから外してこのワイヤーをもう一回こっちにつけるとかめちゃくちゃめんどくさいんですよ。で大体ですね、取っ払っちゃったりするんですよね。もう大元が全部取っちゃうっていう方もいるんですけども、まあ、本当はですね、吉村さんもこのワイヤーありきでいろいろ設計をしてるので本当はつけた方がいいんですよね。はい、でこの辺もですね、ちゃんとつけられてるところを見ると、まあ間違いなくこうプロの方に任せて、ちゃんと作業してもらった車両なんだなっていう、なんかそこの見分けポイントもあるわけですよ。はい。で、リアサスとかですね、見ていただくとめちゃくちゃ綺麗ですよ。僕の R 線やっぱりですね、屋外でバイクカバーで保管してたので、この辺すごいサビとか食起きたんですよね。でもこれ何にもないので、めっちゃ綺麗ですね。僕が当時大学生だったら間違いなくこっち乗ってますね。めっちゃかっこいいですね。で、フェンダーラもすごい綺麗で、リアフェンダーも純正のがついておりまして、スイングアームめっちゃ綺麗ですね。はい、でリアキャリパーとかもすごい綺麗だし、サビも全然ないですね。
僕乗ってたあれさ、やっぱり奥が深かったので、この辺のビスとかやっぱり錆びてましたよね。下からどんどん吸っちゃうので。で、ホイールもめちゃくちゃ綺麗で、びっくりします、本当に。で、リアタイヤもこんな感じで、パイロットパワー3の 2CT がまだまだ溝がありますと。これがですね、さっき言ったカーボンナンバープレートホルダーですね。超かっこいいですよね。このテールもですね、非常にかっこいいですね。なんか懐かしいですね。超いいですね。はい、でチェーンスプロケットもまだまだ残量がありますので、このまま使用させていただきますと。はい、で、僕いつもリンクフェチって言ってるんですけども、このリアサスのリンク周りはですね、非常に状態がいいかなと思っております。はい、はい、でこちら側もですね、テールサイドから非常に綺麗な状態となっておりまして、タンクも傷も何もなくめちゃくちゃ綺麗ですね。こっちもやっぱりスズキエンブレムも剥がしますね。はい、でミラーもレバーもバーエンドも何も傷がなく、カウルもですね、もうめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、そうでしたか。あまりに忙しすぎて気がつきませんでした。もうめちゃめちゃ秋ですねって認識しますねもうめちゃめちゃ綺麗ですねって、もうめちゃめちゃ秋ですねって話しました。はい、そうですね。はい、フレームスライダーとアグラスのエンジンカバーもこんな感じについておりまして、傷もなく非常に綺麗な状態ですね。もう本当に傷を探すのが難しいというくらい傷が全くないですよ。めちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、ではですね、リフトを下ろして上の方も見ていきたいと思います。はい、ではですね、上の方も見ていきますと、まずこんな感じでタンクめちゃめちゃ綺麗ですね。やばいっすね。はい、でハンドルが変わった時、これでも分かりますよね。このハンドルバーがこの辺アルミの削り出しなので、かっこいいなみたいな感じですね。はい、で ETC のアンテナがこれです。でメーターこんな感じであって、回転数とギア今何速かっていうのと、スピードと走行距離とあと水温とですね、いろいろ出てきますと。はい、というのはメーターとなってある。本当に9999ですね。見てください、これが証明します。9999ですね、という風になっております。はい、で、シートこんな感じですごい綺麗で、タンデムシートさっきお伝えしたんですけども、ここで鍵で開けるんですが、あ、懐かしい、こうやって開けてたの俺も。はい、こんな感じですね。意外と入るんですよ。 ETC の本体がここで結構入るんですよ。だからスマホ、 iPhone、 タバコくらいは全然入りますね。はい、っていうのが中身となっております。はい、ではですね、また戻っていただいて、はい、ではですね、そんな感じで紹介させていただいたんですけども、やばいっすよね。もう今この時代においてですね、この当時は電子制御とか何もないんですよ。はい、トラクションコントロールとかもないし、 ABS はもちろんないし、エンジンパワーモードこの後からついたので、もうですね、本当になんて言うんだろうな、ライダーが操作した以上のことはしてくれないんですよ。それが逆に面白くてですね、今のバイクって誰が乗っても速く走るんですよね。でミスしたとしてもバイクは補正してくれるんですけども、このバイクに関してはですね、ライダーがミスをすると間違いなくバイクもミスをするというわけですね。単純明快なので、本当になんか僕もこのバイク乗ってなんか技術が磨かれたなみたいな認識がある。もちろんスイッパークラッチも入ってないので、クラッチもつなぐ時はちゃんと回転合わせてあげなきゃいけないし、ギア選択が間違うとすぐリアタイヤもロックするし、もうですね、僕すごい 250cc のバイクバディと乗ってて、すぐこっちに移ったので、もろもろですね、このバイクに触ったなっていう感じがしますと。はい、はい、でこちらのバイクもう一度お伝えすると、86万円に消費税ですので、だいたい95万円くらいという車両価格となっております。はい、でこちらのバイクはですね、ウェビックバイクラブの方に掲載しておりますので、そのページの URL のリンクこの動画下に貼っておきますので、ポンを押せばすぐ飛びますので見ていただければと思っております。で見ていただくと、まこちゃんがですね、このバイクかっこいい曲でいっぱい写真撮ってくれているので、いろいろ詳細も撮ってくれているので見ていただければなと思いますし、初費用とか詳細の情報も載っておりますので見ていただければなと思っております。で見ていただいてですね、かっこいいな、欲しいなっていう方いらっしゃいましたら、そのページに在庫確認見積もり無料という大きいボタンがありますので、そこをポン押していただくと、お客様情報を打つページに飛びます。簡単な情報です。30秒か1分くらいで入力終わりますので、バー打っていただいて、そう押しってすると当店の方にお見積もりがとして届きます。でうちはですね、いただいた情報をもとにバーって見積もりを作成させていただいて、返信をさせていただくと、でご確認いただいて条件があればご契約というような感じとなっております。はい、で基本的にはご来店納車をお願いしているんですけども、遠方の方で配送ご希望の場合はですね、お住まいのご地域かも打っていただけると、そこの配送費用も含めたお見積もり出せますので、そうしていただければなと思いますし、あとはですね、ウェビックバイクラビでお問い合わせいただいて、ウェビックバイクラビに返信すると気づかなかったというお客様いらっしゃいましたので、
お客様の情報を入力していただくときにですね、携帯番号、メール出しても打つところがありますので、そこ持っていただくと、そっちも連絡を同じくさせていただきますので、送信いただければなと思っております。はい。で、こちらのバイクご購入にあたってですね、押した取りマリオ、買い取りマリオっていうからですね、もう当店ではめちゃくちゃ買い取り大歓迎でございますので、激安買い取りぜひですね、させていただければなと思っております。はい。すぐ査定に伺いますし、もし遠方の場合ですね、査定が難しいという場合は、当店の LINE ID、この動画の下に載っておりますので、お友達になっていただいて、写真ブワーって送っていただければ、それすぐ査定ができますので、送信いただければと思っております。はい。で、基本的にご納車に関してはですね、ご来店いただいて、ご納車式を当店でさせていただいておりますので、ノンアルで、シャンパンで乾杯したりとかですね、写真を撮らせてもらったりとか、ウェイってしたりとかですね、いろいろあるんですけれども、で、乗って帰っていただくっていうふうにお願いしてるんですが、もうちょっと厳しいという場合ですね、配送業者さんに当店で依頼をかけて運んでもらうことも可能でございます。例えば、熊本在住のお客様のご自宅に、当店から運ぶこともできますけども、やっぱりドアトゥドアと配送業者さんが高いんですよね。なので、例えば熊本市に在住です、熊本デポって大きいデポがあるので、熊本デポまでで止めておくと。で、到着したら連絡が行くと思いますので、取りに行っていただいて乗って帰っていただくと。いうふうにするだけですね。学校安くなりますので、うちの近くのデポでどこなんていう場合はですね、すぐお伝えできますので、言っていただければなと思っております。はい。ですので、もしですね、お下取りもあって、配送ご希望の方の場合はですね、こちらのバイクが熊本デポに到着したら、下取りの車両で乗って行っていただいて、そこのバイク置けばそのまま当店に配送になりますので、で、届いているこちらの RC に乗って帰っていただくというふうにするとですね、お乗り換えがスムーズになるのかなと思っております。はい。で、最後ですね、ご決済方法なんですけども、当店にご来店いただいて現金でお支払いいただく。もちろん大歓迎でございますし、キャッシュレス決済の方も最近多くなってまいりました。はい。あとですね、当店の銀行口座にお振り込みいただくということも可能ですし、やっぱりですね、高額な商品ですので、ローンも取り扱いをしておりますと。で、頭金ゼロでも全然大丈夫ですし、月々こう均等に払っていって、ボーナス付近ちょっと多く払うというのもできますし、最長10年までですね、ローンも組めますので、大体皆さん見てると月々1万円とか1万5千円の方が多いのかなというふうに思っております。はい。まあ、お電話いただければすぐシミュレーションできますので、おっしゃっていただければなと思っております。はい、そんな感じですね。こちらのバイク紹介させていただきましたけども、本当にですね、超いいバイクですので、絶対後悔しませんので、本当に楽しいバイクですし、もしですね、乗っていただいて、ちょっとまた乗り換えようかなという時はですね、ぜひまた声をかけてくれましたね。僕もう警護協力に関してはもうめちゃくちゃ、まあ自衛隻サービスにそもそも全部大好きなんですけども、特に警護協力大好きなので、また僕がですね、超高額買い取りをですね、させていただきますので、その際もぜひおっしゃっていただければなと思っております。はい。ではそんな感じで、鈴木の自衛隻サービス2006年式、モトマップ世紀のオーストラリア仕様の紹介でした。